15です。このユージュリと同様に第5位から順番に発表を行っていきます。それでは参りましょう。ユージュ5問第5位は、楽屋では彼の筋肉の話題で持ちきりでしたよ。
もう本当にもう脇が締まらないんじゃないかっていうぐらいのたくましい筋肉で話題を持ちきりでしたよ。素敵でした。それだけ仕上がった体でね、素晴らしい踊りを見せてくれたわけなんですけども、2人は今学年は何ですか？中2です。中2ということで、まだまだじゃあチャレンジはできるね。じゃあ今後チャレンジの方はします。 OK、 楽しみにします。いたします。ラストコールです。それでは参りましょう。2017年1月14日行われましたアイスクリームジャパンダンスコンテスト2016ファイナルアンダー15U15 問のみな優勝チームは、伝えるダンスが伝わったよ、チェリヒナプリマドンナー。はい、プリマドンナー、おめでとう。ありがとうございます。この衣装で映りますチェリヒナ、おめでとう。こちら真ん中にどうぞ。じゃあプリマドンナーにはまず証ってことで、おめでとうございます。やりました、この門の優勝ですよ。いやもうね、スタイルダンス泣き顔の女王ひなドットさん、やりましたね。今日の感想、今日は本当に楽しく踊れて、踊り終わってからも自分たち本当に楽しかったねって言ってて、本当に結果がついてきて本当に嬉しいです。全く泣かないね。私は泣くわけにはいかないといったところでしょうか。おめでとうございます。やりましたね。一番欲しい賞です。感想を。今日は新ネタ一発目で、それで新ネタ一発目は本当にいつも何十倍も緊張して、もう昨日からずっとドキドキだったんですけど、初めてのこの衣装で出て、だけど2人でベストを尽くせたし、もう欲しかった順位もいただけたので本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんですか、これ言わせてるんですか？いやいやいや、本当に素晴らしい踊りでしたよ。あ、これ知らない人だったんだ。いやいやいや、そうとは思えない素晴らしい堂々とる踊りでした、本当にね。ということで、おめでとうございます。この後もまだね、チャレンジするいろんな大会あると思うけども、2人の姿楽しみにします。おめでとうございます。こちら15問